マギカポータブル、魔法少女マドか、マギカポータブルは2012年3月15日に発売された日本のゲームソフト。2011年に放映されたテレビアニメ、魔法少女マドかマギカを原作としている。対応プラットフォームはプレイステーションポータブル。略称はマドかマギカ P。パッケージイラストには原作で創作画監督を務めた。 谷口淳一郎によるもので5人の魔法少女が描かれている。2011年に放送され大きな反響を呼んだ魔法少女カかマギか初のゲーム化作品。魔法の使者、キューベイ及び5人の魔法少女となって、ミ、滝原に現れた魔女とその使い魔たちと戦っていくゲーム。バンダイナムコゲームスとニトロプラスの共同プロジェクトとして企画された。 プロデューサーを、ゴッドイーターの富澤祐介とニトロプラスの土井、吉直が務める。アニメ版において、脚本を務めた同じく、ニトロプラスのうろぶち元は企画協力と、シナリオ監修として参加。キャラクターをより深く掘り下げるという意図のもと、テレビアニメに沿った展開だけでなく、ゲームオリジナルのエピソードも追加された。 これによりプレイヤーの選択によってストーリーや結末が変化するマルチシナリオマルチエンディングとなっている。魔女のデザインは劇団犬カレーによるもので原作に登場したものだけでなく新たな魔女もデザインされる。アニメパートはシャフトが担当。金マドかやメガネをかけた明美ホムラの変身シーンなど新規のアニメーションも挿入される。クラリスのコネクトやカラフィナの マギアといった原作と同じ楽曲も使用されている。キャッチコピーは、君なら、運命を変えられるタイ。通常版の他に限定グッズを同梱した、限定契約ボックスが、同時発売された。通常契約パック限定契約ボックスゲームジャンルは、アドベンチャーダンジョン RPG とされている。アドベンチャーパートとダンジョンパートという、大きく2つのゲームパートに分かれている。 アドベンチャーパートではキューベイとなって他のキャラクターとの会話やコマンドを選択する。会話シーンはフルボイス。各キャラクターごとの独自イベントが発生したり、ストーリーの展開に関わる重要な選択肢も発生する。魔法少女になっていないキャラクターには因果値というパラメータがあり、会話イベントでこの数値を上昇させると少女は 魔法少女になる決意を固める。また、因果値が高いほど魔法少女になった時の能力も高くなる。魔法少女になったキャラクターには感情値というパラメータがあり、この数値を上昇させると戦闘時の攻撃力が上昇する。しかし、消費魔力が増加し、ソウルジェムが汚れやすくなるというデメリットもある。 シナリオの分岐点において、ソウルジェムが完全に汚れきっていると、魔法少女が魔女化してしまう。原作のキューベイと同様に魔女化させるように、行動するか、あるいは感情値を減少させることで魔女化させないように、進行するかはプレイヤーに委ねられる。進行次第では、5人の魔法少女が協力して、ワルプルギスの夜と戦うこともできる。また、 特定の条件を満たすことで、明美ムラとして、プレイが可能になる、ホムラルートが解禁される。魔女の救う、魔女結界を発見すると、ダンジョンパートに移行する。ダンジョンパートは、金目どか、共枝美といった、魔法少女となって、結界の中に徘徊する魔女の使い魔と戦う、3D ダンジョン RPG となっている。仲間がいる場合は、 複数の魔法少女を切り替えることも可能。ミキサヤカは近距離戦が得意。トモエマミは遠距離から飛び道具での攻撃が得意とキャラクターによって得意な戦法があるため、それぞれの特徴を生かしてキャラクターを切り替えることが重要になる。MP を消費することでティロフィナーレなどの強力な魔法を使うこともできる。HP MP はターンが経過するごとに徐々に回復するが、その分ソウルジェムが黒く穢れていく。ソウルジェムはグリーフシードを使用することで浄化できるが、入手できる数には限りがあるので、使いどころを考える必要がある。ダンジョンの最深部に到達できれば、ボスキャラクターである魔女との戦いになる。魔女を倒せば、グリーフシードを獲得し、再びアドベンチャーパートに戻る。 キャラクターにはいくつかのパラメータが存在する。敵を倒し経験値を貯めることで、レベルアップし、能力が上昇する。また、ダンジョン内に落ちている、能力値上昇アイテムを使用することで、能力値を補正することもできる。魔法少女は、最初からいくつかの魔法を習得しているが、新たな魔法を覚えることもできる。ステータスを見るから、マジックツリーを選択すると、 魔法習得画面になる。魔女結界内で時々拾える、スペルブックと呼ばれるアイテムを消費することで新たな、魔法を習得できる。ただし、習得には特定のパラメータを必要とするものもある。例えば、ミキサヤカの、シューティングスピンガーを習得するにはコインが32、必要。また、魔法は現在習得している魔法の隣のものしか、 習得できないため、順番に習得していく必要がある。なお、本作では、剣や弓矢での攻撃などもすべて魔法という扱いになっている。魔法には、格闘、射撃、補助、自動の4タイプが存在する。多くの魔法は、コマンド入力直後に発動するが、一部の強力な魔法は、チャージ攻撃といって発動まで、ターン経過が必要なものもある。 本作では100種類以上の魔法が登場するが、以下、その一部を紹介する。キャラクターや攻撃、魔法には、属性が設定されている。属性は3ス組みの関係になっており、相手の弱点属性で攻撃すると、効果的となり与えるダメージが大きくなる。逆に不利な属性で攻撃しても、あまり効かなかったと表示され、与えるダメージが通常より小さくなる。また、 相手のチャージ攻撃を弱点属性で攻撃すると、攻撃をキャンセルできる。はじめから、続きから、エクストラ、データインストール、コンフィグの5つのメニューから選択可能。み、滝原中学2年生の金目どかはごく普通の女の子である。彼女はある夜、不思議な夢を見る。空に浮かぶ巨大で邪悪な何かによって壊されていく街。そして、 たった一人でその何かと戦う黒髪の少女。そして白い不思議な生き物に魔法少女になってほしいと言われる夢。その日、学校に行くと明美穂村という転校生が窓かのクラスにやってくる。彼女はスポーツ万能で成績も優秀だが、その黒髪の少女に窓かはどこかで会ったような気がしてならなかった。帰りに、 友達の誘いでショッピングモールに行ったマドかは不思議な助けを呼ぶ声を聞く。夢に現れた白い不思議な生き物、キューベーがホムラにいじめられていたのだった。その時、マドかの周囲に不思議な空間が広がる。目がいくつもあるグロテスクな生物に襲われるマドか。しかし、危ないところを金髪の少女に助けられる。彼女は魔法少女の友江まみであった。 ともえまみの説明で、一般人の目に見えないところで魔女とその使い魔が暗躍しており、それを倒す魔法少女がいることを知る。そして、夢と同じようにマドカも魔法少女になるように進められる。魔法少女になれば一つだけどんな願いも叶えられるが、魔女との戦いでは命を落とす危険もある。マドカが夢で見た、やがて来る、滅びの運命は変えることができるのだろうか すべては魔法少女たちの手にかかっている。アニメ本編に登場した魔女の詳細は魔法少女マドカかギカのキャラクター一覧の項を参照。ゲームオリジナルの魔女、ありがとうございます。